ブレンビーの MF 鈴木唯人が25日 UEFA ヨーロッパカンファレンスリーグ ECL 予選2回戦第1戦で今季の公式戦初ゴールを決めた鈴木は今月21日のデンマーク1部リーグ開幕節三角3から3デフル出場し1アシストを記録続く25日のラピーコソボ戦でも先発出場すると 前半16分にゴール前でパスを受けて右足を振り、先制点を決めた。その後ブレンビーは前半だけで4ゴールを奪い、鈴木はハーフタイム明けに交代となっている。チームは最終的に6対0で勝利し、予選2回戦突破に向けて大きな戦勝となった。8月1日に行われる第2戦を終えて、合計スコアで上回ると予選3回戦に進出。 予選3回戦ではレギア・ワルシャワ対カナータウンの勝者と対戦するが DF 森下達也を擁するレギア・ワルシャワが第1戦を6対0で制したため日本代表対決の実現が濃厚となったそれも突破すると本大会出場をかけたプレーオフに臨むこととなる